遅咲き偉人伝の時間になりました。久つ目先生、今回は。どの方をご紹介いただけるのでしょうか。今回はね。あの、映画監督ですね。映画監督ですかね。あの。日本の映画はね、非常にあの、レベルが高くて。はい。例えば、あの。黒澤明監督とかね。はい。あれ、小津安二郎監督なんかは、世界的に高い評価を得てて。最近でも、いろんなあの、賞、はい、を取ってますよね。はい。そういう中で、まあ。 一つ才能の非常に光ったね監督一人紹介したと思いますでこれはね伊丹十三っていうねあの人なんですけどねこの十三十三十という字に三ですねもともとは一三だったね一三とつけてたんですよだったんですか二三ねほらこれ一はマイナスだマイナスで見えるでしょあ、えそプラスにしようということでね なるほど。でも、像というペンネームしたと言われてるんですけどね。ああ、そうなんですか。ちょっとね、そういう面白い人なんですよ、この人。ええー。で、この人はね、あの、えー、若い頃から結構有名というかね、はい、名前が知られてるんですよ。はい。なぜかというとね、あのー、何でもできるんですよ。何でもできるんですよ。例俳優もできるでしょ。はい。それからエッセイも書けるわけね。ええー。 雑誌の編集長もやれるんですよね。はい。それから商業デザイナー。はい。イラストレーター。うん、えー、CM クリエイター。あーそれからドキュメンタリー映像。はい。それから料理もうまくてね。うん。車のマニアなんですよ。えぇ、すごうですね。すかこれ多彩ですね。 だから何でもできるということで結構人気があったんですね。はい、でねところがね、はい、あの本人自体はねそうじゃないんですよね、はいあの。才能ある人も大変なんですよそれでね彼はこう言ってるんですよあの。あらゆるものはね人から学んだことばっかりだと。はい、例えばね寿司の寿司屋の作法は山口富美から習ったと。 山内っていうのは直木作家なんですけどね、うん、それから包丁の持ち方はね辻止めこれはあのあの赤坂にある懐石料理屋ですよね、うん、それからまな板のへの向かい方も築地の茶までで習ったとか、はい、それから食べる時に音を立てていけないということは作家石川淳から学んだとかね、うん、あの寿司ね 刺身とわさびの関係については今浪、えー、書店の社長の小林勇さんかアーとかで,って書いてあるんですよあつまりあの有名な人から手ほどきを受けるでしょ、はい、それをすぐにものにできるんですねああだから何でもできちゃうわけ料理もできるし、はい、エッセイもかけるしそれからあ,そのあらゆることを知ってるっていうことなんですね えー、羨ましいでしょところがね本人は、ね、そうじゃないんですよ。本人はこう書いてあるのあのね「がしかしこれらはすべて人から教わったことばかりだと」と、はい、私自身はほとんど全く無ないような空っぽの揺れ物にすぎないって言うんですよ。えー 空っぽに入れ物があってそこにどんどん入ってくるでしょ。で、はい、この入れ物はあらゆるものを受け入れる要領があるんですね。そう、はい、それは自分が作った料理じゃないんだってことを言ってるんだ,よ、ね、だもんね。あ<ー>まあ羨ましいけどもしかし天才には天才の悩みがあるんだなって感じがしますよね。すごくですね。えー、<laughs> でそういうことを言ってねずっとねまあ遊んだり、はい、だから楽しいこといっぱいあるんですよ。えー 車いっぱい持ってるしね。はい、ところが、ここは満たされないんですね。で、あの、うん、お父さんがねあの、映画監督だったんですね。はい。板見万作っていうんですよね。うん、このうちは、あの、1とか10とか、1万の万とかそういうのは好きらしいんですけどね。板<ー>で万作っていう有名なね、あの、えー、あの、 1900年からね、生まれなんですけど46歳で亡くなりますけどねその頃ね、ねいい映画をいっぱい作ってるんですよね。で1928年ぐらいからは毎年ね、数本の映画を作ったりね、うん、分泌業をやったりねとても多彩な、はい、才能があった人なんですね。ところがね。 一体まずか50歳ぐらいの時にね、はい、彼のお父さんの代表作である「はい、無法松の一生」というねええー、んか聞いたことがありますあでしょその映画を見たんですよ、はい、そしてショックを受けるんですね、はい、でね途中から正座するんですよ、えー、正座をして自衛隊見るわけね、はい、でこの作品はね父から私へメッセージだ 行ってね、映画監督になろうって思うんですね。ええー。それは50歳ですからね。はい、でこの板山作作ていうのはね脚本家であり監督であったんだけど脚本家としてはね、橋本忍という人を育てたしね有名な人なんですけどね、はい、監督としては市川紺って監督っているんですよ。あはい。これはあの東京オリンピックなんかの映画作ったね大監督。はい、彼らが この,痛い満足の弟子なんですねあ<ー>でね彼はあのま毛、あ、嫌いしてたのかもしれないけども、はい、あの50歳になってね、はいえー、映画監督映画作ろうと思うわけね、えー、でただねあの、まあ、お金がたくさんあるわけじゃないとこれあのやっぱり数億円かかるでしょ、はい、だからどうしようかということで当時住んでた湯河原に住んでたんですけどね はい、湯河原の家でね撮ろうと<ー>それから女優はね奥さんを使おうと<ー>奥さんはね宮本信子というねあ、はい、あ有名な女優ですけどね当時まだあんまり目が出なかったんですねただ非常に優,あの優れた女優なので彼女を使おうということでね経費を切り詰めたわけねで始めるんですよで作ったあの その映画がねお葬式っていうんですよ。はい。お葬式、はい。見たことがあります。ね。はい、1985年に作ったんだけどこれお葬式って非常に厳粛なんだけども、うん、非常にコミカルで楽しい夢あふれる作品だったと思うんですね。うん、あれがねデビュー作なんですよ。でねそんなものを作っても売れるはずがないって酷評されるんですけどね、うん、やってみたら大ヒット。で。 あの日本アカデミー賞を受賞したりね、うん、して、まあ、デビューうまくいくわけですね。で宮本信子の演技も前でしょ。うん、で、えー、それからたくさん作るわけですけども、はい、あの彼が作る作品は、ね、ほとんどね賞を取ったりね、うん、たくさんあるんですよ。紹介しますとね例えばあの「たんぽぽ」えー、ポポっていう映画があったんですよ。かありますかあのラーメン屋の物語 はい、なんか聞いたことがありますラーメン屋をねあの再建する物語なんですね。はあ、で最後いろんな工夫しながらラーメンを最後にみんなでわーと飲んでいくね、うん、があったりして非常に印象的なんですけどそういうのを作ったりね、うん、それから「マルサの女」ってマルサの女はい「あ見ました有名でしょ、はい、でこれはねあの国,国税局のね、はい、あの女性の査察官なんですよ。 税金の取り立て、はい、で脱税者と向き合うわけね、うん、怖いでしょ脱税者って大体あの危ない人多いからね、うん、これ言ってね同化されたりするんだけども、はい、それをうまくね丸め込んでそれをうまくやるというのはね、うん、これはね日本アカデミー賞のね主要部門の,あの全部独占するっていうね<ー>大ヒット。うん あとね、あの僕が好きなのはね、あのスーパーの女っていうのがあるんですよ。スーパーの女。はい、これはのスーパーのパートで入った女性の物語なんだけども、はい、このスーパーのね、うん、再建をやるんですよ。例えばね、そのスーパーは、刺身なんかをね、赤く見せるため、照明を赤くしたりね、うん、あねそれから昨日売れ残ったやつを入れたりしてね、そういうことは、うん、いけないということで、うん 徹底して消費者の目線に立った改革をやっていくわけねはいでみんな邪魔されるわけですみんないろんな人から、うん、でこれね非常にいい,いい物語でねあの私も大学で教えてる時にね、はい、あのマーケティングの教科書にするようなものなんですよ、うんうんね、お客様の声聞きながら、はい、従業員が団結しながら立て直していくとあ<ー>ライバルとの戦いに入っていくそういう物語ですね こういういものとか、うんはい、あるいはあの民法の女ってのは民法の女、はい、これは、ね、ヤクザのね、うん、あの民事介入して暴力をする,するわけそれに対してね、はい、あの弁護士が戦う女弁護士ね、うん、あの考えてみたらねこの人作品 10, 10ぐらいしかないんですよあそうそうところが私も三ツ四つ見てるしあなたの作戦見てるでしょ はいうん、そういう監督があまりいないですよね。うん、でこの人はあの、えー、亡くなったのが66かなで実質ねあの10年ちょっとの間に10作品を作るわけね。うん、で亡くなっちゃうんですよ。うん、そういうねあの人なんですけどまあやった作品は全部まあ ヒット続けるということで非常にね日本の映画史上極めてまあ珍しいというかね、えー、こういう作家なんですけどね、えー、どうですかこの人の映画また見たくなりませんでしょうかそうですねまたあの見たくなりましたええーね、はいでこの人は結局ほら50歳までふらふらしてるわけよね<ー>要するにいろいろ仕事してるように見えるけれどもしかしそれは頼まれたからやってると、はいえーね、これはあの 普通の人がね、マージャンやったり、パチンコやったり、はい、ね、あの女性とデートしたりね、はい、旅行した人と同じなんですよ、結局。だ、うん、から50歳で目覚めたわけね。うん、で、その映画監督を転職にして、うん、十数年で傑作を作って、まあ、あの世に行ってしまったというね、ことなんですよね。 あこの人はだから遅咲きとは普通見えないんですよね、うん、こういうのは。遅咲、えー、きではない方かと思ったんですが、あそうでう50歳から大活躍されていたとはちょっと知りなかったので、うん、だから、天職を見つけた人ということですね、50歳でね。だから僕の言うと、青年期はやっぱりあの迷いの中にあったわけですよね。 で壮年期の50歳ぐらいから亡くなる壮、はい、年期が終わる時まで映画に作り没頭したと、えー、こういう分析ができますよね。でねこの人の息子は万平というんですよこの人の映画の俳優かな万、はい、平にね残す言葉があるんですよ。はい、自分に出会わぬものは 決して他人にも出会わぬことをお前に告げておこうと書いてましたね。あ<ー>だからこの伊丹十蔵としてはあの父とお父さんの映画を見て自分に出会ったんじゃないですかね。<ー>で自分に出会ってそしていい作品を作ってでいろんな人に出会っていったと。あ<ー>まあそういうことじゃないかなという思うんですけどね。 まあ、こういう人もいるんですけどね。どうですか。すごく興味深いお話ですね。うん、ええー。で、彼はね、ほら、あの、そうだ、あれ、あれ見せてなかったね。あの。顔を見せてなかったですね。いきましょう。はい、忘れてました。うん、えー、この人なんですけどね。はい。あちょっとお洒落な感じでしょう。あ、そうですね。ええー。と思ってるね。外国人って顔してる。はい。えー。 あのダンディダダンンデディィとは何ですかっていうね質問を受けてるんですよ、ある雑誌で。あ<ー>何だと思います、ダンディ。<laughs> ダンディとは、えー、そうですね、うん、何かこう男らしいとか、うんえー、とちょっとはっきりとはちょっと、うん、言えないです。はいね、この人に弱くね、痩せ、はい、我慢のことであるますよ。 痩せ我慢痩、ね、せ我慢してなんかこうかっこよく見せることなんだってあ<ー>それがダンディーだって彼の定義でしたねであ,の,あの,このエッセイなんかは大変面白くてね映画だけじゃないんですけどね、はい、あの松山出身なんですけど松山にね「伊丹十三記念館」ってあります。あえー、でこれもね、あの 大変ね、なんていうかな、おしゃれなね、はい、黒い、真っ黒い外観でね、<ー>中庭があるんですね。はい、それから、車庫にはね、はい、ベントレーというあの車が止まってるんですよ。止まってました。へ<ー>あやっぱさすが伊丹十三だなと思うわけね。入ると、<ー>あのビデオがあって、それ奥さんの宮本信子がこう飾ってるわけね。は<ー>であの、びっくりしたのは、これ、伊丹万作のお父さんの記念館も兼ねてました。 そうなんですから親子で作った親子の記念館っていうかな、えー、珍しいですけどね、えー、それはね日本映画のなんていうかないいものはずっと彼らが2人でやってきたっていう感じなんじゃないでしょうかね、えー、今でもねあの痛み重蔵症っていうのがあってはいで、伊丹痛みが生きていたら なるほどな大したもんだなっていう人に、まあ、賞を与えよっていうことでねあ<ー>で私が行った時はだ前ですけどね伊丹十三賞はね第5回だったかな池上彰さん、えー、あの人にねあのあげるあげてましたねあげるという年でしたけどねあ、えー、そうなんですか、まあ、こういうことでね結局その,あの高い能力があるかどうかかかわらず、はい、あのー 青春の方向っていうのはやっぱあるんですね。うん、えー。そしてそれがね、あの、うん、ある時に迷いが吹っ切れてからいい仕事をすることがあるということじゃないかなと思うんですけどね。えー、でこの人場合は50歳ですよ。ええー。だから青年期だから50歳ぐらいまでふらふらしてていいんだっていう感じもあるのねこれ。ああ<ー>。<laughs> どうですか。そうですね。そう考えるとなんか、うん、あの安心します。 だって、今、今時50歳になったら、ちゃんとしろって言われますよね。そうじゃない、そうじゃない人もいる、いるわけですよ。で、最近僕ずっとやってみたら、やっぱ五十歳は案外。いろんな転機になってる人多いですね。えー、そこから、まあ、もう一回やり直して、えー。伸びていくっていうかね。はい。そういう人多いんで、まあ、この人は、あの。一般的には。あの、遅咲きとは見えないけども。やっぱり遅咲きなんですね。えー でその前いろんなことやったでしょうあの、ね、俳優エッセイストデザイナーイラストレーターそういうものが全部監督業に生きたんだと思うんですね、はい、結果として、えーはい、そういうふ、ね、うにねえー、っと感じますでこの人の作品はそういう意味ではずっとかなりの間生き残るんじゃないでしょうかねお<ー>ぜひねもう一回見たいなという感じがね はい。しますね。あ、はい。映画も見てみたいですし、あの松山の方にも行ってみたいです。うん。ちょっと、あ、松山町はね、あの人物がたくさん出てるんで、松岡式とかね。ええ<ー>。あの、<ー>坂の上の雲の記念館とかあるんですよ。あ、はあ。大いにい街で、温泉もあってね。ええ<ー>。あそこには、あの、式がいて、それから創世記もと、泊まって。 はい、温泉に入ったっていうことなんでね<ー>の、コロナが明けたら結構また今流行ってんじゃないかなと思いますけどね、その時に<ー>あに松山は俳句の町とか四季とか坂の行くのもですからね、伊丹十三の記念館、ね、ぜひ行ってほしいなというふうに思いますぜひ、はい、行ってみたいと思います、はい、ありがとうございます。